ウェザーニュースで分析した2022年春の花粉の飛散と花粉症の症状のまとめをお伝えします。今年の春の花粉飛散量は全国平均で昨年比 101%、 平年比 105% となり、おおむね昨年並み、平年並みでした。地域によって飛散量の偏りが大きいのが特徴で、北日本や北陸では昨年より飛散量が大幅に増加しました。今シーズンの花粉飛散の特徴は、2月の寒さの影響で飛散開始が遅くなったことと、3月以降の暖かさによって花粉の飛散が一気に進んだことです。3月以降も高温が続いたため、平年に比べて飛散期間は短くなり、短期間に飛散が集中しました。また花粉症の症状について、アプリウェザーニュースの症状報告を分析しました。その結果、花粉症の症状が辛いと感じた方の割合は全回答数の 19% となり、昨年の 17% よりも2ポイント増加しました。地域別に見てみると、特に東北や北陸、長野では昨年との違いが顕著で、これらの地域では花粉の飛散量も昨年に比べて大幅に多くなっています。また昨年と今年の症状の変化についても調査しました。今年と昨年の症状報告の変化を比較してみると、今年は花粉症の症状が辛いと感じる方が増えてきたのは、花粉の飛散量と同じく3月に入ってからで、昨年よりも遅い傾向となりました。今年は飛び始めが遅れた分、症状のピークも後ろ倒しとなったと見られています。最新の花粉情報はウェザーニュースのアプリからも確認することができます。ぜひご活用ください。